ドトネ、エちゃん。第25週。つねこ。大きな家を建てる。第145回。昭和33年。つねこは、よしこを嫁に出し、一つの目標を達成しました。昭和39年。つねこは、次の目標の大きな家を建てます。あっという間に建ってしまいましたね。表札は壊し、水田、み、なみの三つです。庭で体操をしてると、稲子と節が差し入れを持ってきてくれました。9人の大家族で、マリコと水、田の子は、5歳の純、13歳の玉木、よしことひろあきの子は、4歳のまゆみです。純とまゆみが嫌いなピーマンを食べたら、おもちゃと絵本を買ってあげると、水、田とひろあきが言うと、マリコとよしこが、いけません。物で釣るなんてと注意しました。よしこは結婚して、出産してからも、あなたの暮らし出版で働いてました。あやは、正社員になってましたが、安江はいませんでしたね。きみこ、子供たちのお遊戯の衣装を作る。花山は、つねこに、何か書いてみないか、君の文章にファンがついていると、勧めてくれました。手帳を見たつねこが、子供の好き嫌いをなくすなどの案を出すと、花山は、私が望むのは、君にしか書けないものだよ、とイラつきます。きみこは、七夕の短冊を見てましたが、腰に手を当てて苦しみ出します。洗濯物を干していたマリコが心配しました。落ち着いたきみこは、純と真由美のお遊戯の衣装を作ると言い出します。帰ってきた純は、やった。シェーと、おそ松くんの嫌味のポーズです。きみこが、カーネーションの、いとこのミシンを使ってました。衣装が出来上がり、子供たちも大喜びでしたが、きみこが倒れてしまいます。きみこ、入院する、段ふみさんの告知。4日後、きみこは、病院のベッドで寝ていました。つねこたち三姉妹は、医師から診断結果を聞きます。段ふみさんが、きみこの体は、癌に侵されていましたと、ズバリと告知しました。病室で、きみこが、医者は、何と言ったかと聞くと、マリコとよしこはぼやかします。つねこは、お医者様は、何も心配いらないとおっしゃってました。これからきちんと治療すれば治るだろうって、と、答えました。きみこが、退院したいわ。一人でいると寂しいと言うので、つねこは、わかりました。お医者様に聞いときますねと言います。6年も一気に時が経って、つねこが大きな家を建ててました。そして、きみこの病気が進んでいきます。家がすんなり建っていたのは驚きでしたが、その分、きみこや家族の心の変化が詳しく描かれるんでしょうね。